渡辺との違いは何？お笑いコンビ、さらば青春の光が4月からテレビ、大阪で関西ローカルの冠番組を2本持つことが30日、発表された。その2本とは、トーク番組、さらばのこの本誰が買いとんねん。火曜深夜0時30分と、さらば青春の光の東袋とデビュー作、火曜深夜0時45分で、共に4月26日にスタートする。さらば青春の光の東袋、36、といえば、女癖の悪さなどから、クズ芸人キャラが定着している。昨年にも、女性2人を妊娠、中、絶させていたと報じられた。だが、よそが高助プロデューサーは、リスクはもちろんありますが、お二人は、すごい面白い。その良さを生かした番組を作れたらと期待を込めた。女性関係のトラブルがあった芸人といえば、1年半以上謹慎していたアンジャッシュの渡辺謙が先月、千葉テレビの冠番組、白黒アンジャッシュで復帰した。ただ東京 MX と三重テレビは、同番組の放送を打ち切るなど、苦境は続いている。キー局への出演は、夢の間、対夢と言われている。トラブルの内容は、東袋の方が悪質と思えるが、腫れ物、状態の渡辺と違い東袋には、番組オファーが舞い込んだ。この差は一体？関西のお笑い関係者は、キー局はとも、区関西では、他人の不倫は、誰が、興味あんねん、ですわ。テンダラーの浜本博明も影響ないでしょと指摘する。さらに、渡辺と違って、東袋は CM に出演しているわけでもない。渡辺は好感度が高かったけど、東袋はもともと低いから、プライベートで何があっても関係ない、どうもともとクズ芸人だったことが幸いしたということか。Thank you.